この旅行の前に満州栄光で生まれて2歳の時に、お父さんの転勤で、この柳川に来て小学校3年まで過ごされた愛知県の愛さんから満州時代の思い出を聞かせてもらいました。在満国民学校に、通っていたそうですが、お兄さんがおられて、愛さんが3年生の時、6年生だったお兄さんですが、一緒に集団登校したそうです。お兄さんはスケート選手として延期地などの大会によく行っていたということを覚えているそうです。小学校のクラスには朝鮮人の子供はいなかったようですが、社宅にはよく遊びに来ていたそうです。親も朝鮮人の子供と遊んでも何も言わなかったそうですが、テニスコートを使ってよくサッカーをしたりしたそうです。朝鮮人との子供と喧嘩になると、朝鮮人の子は真っ健にと言いながら頭突きでかかってきたそうです。ライさんもアリランとかトラジとか朝鮮語の歌を耳から覚えて、いまだにその歌の一節を覚えているそうです。柳川の駅は昔のまま、左側のトイレも昔もあったそうです。で、発電所は電業と言っていて、満州電業株式会社柳川発電所という名称をやったそうです。お父さんはそこの所長さんをされていたそうです。愛さんが住んでいた社宅も、発電所の住宅だからオール電化だったそうですね。冬の暖房もオンドルではなくて、その電熱器と電気ストーブ、そして風呂もニクレン線を入れて湯を温めていたそうです。五右衛門風呂だったようですが、竜門橋や柳川の地名の起源の緯線、それの思い出はないということですね。小学校時代は、小学校時代に1年の時に陸軍病院に行った思い出があるけど、民間病院と変わらない雰囲気だったということです。監獄とか、収容所か監獄なのかたことは覚えてるそうですが、拷問というのは愛さん自身は聞いた記憶はないそうですが、他の人で、その拷問を受けてるその叫ぶ声を聞いたことがある人がいるそうです。敗戦後にはその日本人も番頭で組を離れたりして、やっぱり殺された方が結構いるそうですね。龍勢神社の宮司さんも殺されたそうです。そして本屋のご主人とかお医者さんとか、そういう中心的な人が結構何人も殺されていて、全員無事に家族全員で日本に戻れたのは愛さんとこぐらいではないのかなと、その愛さんは言われています。帰国は発電所の所長されてたのからかもしれませんが、みんなよりちょっと遅れて、21年10月だったそうですが、新京経由、部外者に乗って、帰ってきたそうですね。いろんな苦労しながら1ヶ月ぐらいかかってコロ島経由で戻ってきたということです。途中で中国人のボランティアのような人が大きな釜で、高麗飯を炊き出してくれたの、そういう記憶があるようです。で、終戦後この混乱している柳川の中で、愛さんの記憶ではやっぱり満州人というか中国人の方が割と日本人に対して、優しかったというか、そういう雰囲気だったそうです。やっぱり朝鮮人の方が、反感を持っていたという、そういう感じを持っているということでした。で、今までに3回柳川を再訪されてるんですが、最初に行った昭和の時代は身元引受人が必要だって、当時発電所の風呂焚きをしていた朝鮮の人が偉くなっていて、その人が身元を引受人になってくれて案内もしてくれたそうです。その時にお父さんを殺された娘さんや息子さんが一緒に行ってたんですが、その時の状況のことは
教えてくれなかったということです。そんな思い出話を聞かせてもらいました。